しぶりの走りだったね。はい、姫様、やはり狼に乗って爆走するのは最高ですわね。昔はよく夜中にこうやって二人で狼に乗って爆走できたのにね。仕方ありませんわ、今は戦の最中ですから。でもさ、パネトネって昔に比べると丸くなったよね。な、何を急に言い出すのですか。だってパネトネと初めて会った時はさ、野刀を木に縛り付けて狼の餌にしようとしてたじゃない。脅しですわよ、本気で食べさせようとしてたわけじゃありません。それに言葉遣いだって昔は。いい度胸だ、表に出やがれ雑魚どもが、って感じだったし。やめてくださいですわ、昔の私のモノマネは。私でございますね。あたいと遊ぼうや。宿女のたしなみでございます。この生き物は一体。おお、見つけられましたか、神竜様。バンドレ、この子のこと知っているのですか。あなた様がお目覚めになる少し前より時折姿を現すようになったのです。ルミエル様に伺ったところ、どうやらソラネルの守り神のようなものらしく、古くからここに住み着いていて、ルミエル様の幼き頃に遊んだこともあるとか。母さんの幼い頃に。ずいぶん長い間生きているのですね。私でございますね。あたいと遊ぼうや。宿女のたしなみでございます。